らしいです、ね、おめでとうございます。これはもうライブ終わってんの続きじゃない。じゃあ長井秀樹の半世紀反省プラスワンのね、半世紀はもう昨年半世紀の反省反省をしたのかどうか見ていただいて足りないということでね、また1年1年積み重ねて反省していただくということで、本日はおめでとうございます。おめでとうございます。乾杯。会いましょう。長井さんほらマスクしててね、せっかくだから今日来ていただいて皆様に感謝の愛を一言で一言で I love you ごちそうさまです。ありがとうございます。あと一応バンドメンバーからお誕生日プレゼントを渡したいと思います。東京生まれの俺が熊本のラーメンを差し上げます。マジで本当ありがとう。知らんでしょ。知らん分離さまずいんじゃないの。ウイスキーっぽいけど実は焼酎なんですこれ。あ、ウイスキーじゃないよね。ウイスキー焼酎米焼酎なのに、なぜか4本当は米なんだね。なぜか 40% あるんですよ。死んでください。ダメだね。まあありがとう、ありがとう。おいしい、いいやつだな。生きとってよかったね。よかったよかった。おめでとう。楽しみましょう。おめでとうございます。楽しもう。最後締めてくれないと。これ締めれるわけないやん。今日はありがとうございました。疲れちゃったよもう。飲ませて。飲ませて乾杯しよう。やりたくない。やりたくない。やらないんだ。もう早く飲みたいんだから。乾杯しようよ。やらんの今はやって。イエーイ。あ、大丈夫。あんま疲れないのやるでしょ。みんなと出会えて最高倍やりますか。イエーイ。やっていい。みんな時間大丈夫。もう夜中だよ。最終電車があるよって。早くやめさせて俺に飲ませろよ。やだ、朝までやって。それは絶対に嫌だ。それは無理でしょ。僕はほらとっととやろう。なんだ絶対アンコール来ないと思って、アルコールしか来ないと思ったからアンコールの曲を決めてなかったけど、なんとかなるんじゃないの。そうだ、やろうよ。なんか細かいとこ間違えてもごめんなさい。最高倍。それだろうか。ここは高円寺クラブルーツですよ、みんな。そうです。知ってるよ。間違いない。じゃあできるか。あ、これ鳥も切っちゃった。